秋篠宮ご夫妻の長女、眞子さんと先月結婚した小室圭さんが、12日、金銭トラブルとなっていた母親の元婚約者と都内の弁護士事務所で面会しました。元婚約者の男性が、小室さんからの解決金を受け取ることとなり、金銭トラブルの解決を、両者が確認したということです。先月26日に、 秋篠宮ご夫妻の長女、眞子さんと結婚した小室圭さんは、12日午後7時半過ぎ、滞在中の都内のマンションを出発し、代理人の弁護士事務所に入りました。この直前には、母親の元婚約者の男性も同じ弁護士事務所に入っていて、小室さんは、元婚約者とおよそ1時間半にわたり面会しました。金銭トラブルの報道後、 二人が会ったのは初めてです。面会後、小室さんは、報道陣の呼びかけには答えず、元婚約者の男性も内容については語らず、弁護士事務所を後にしました。小室さんの代理人の弁護士によりますと、面会では、小室さんと元婚約者の男性が直接話をし、小室さんから提案した解決金を受け取ることを確認したということです。 これにより、元婚約者の男性と小室さんの母親、かよさんとの間の金銭トラブルについては、最終的に解決したことを相互に確認したということです。小室さんと眞子さんは、14日に渡米する予定で、出国直前での金銭トラブル解決となりました。